サンウ四千4 4 1 2便墜落事故は2010年11月28日にパキスタンで発生した航空事故である。ジンナー国際空港からドゥアラ国際空港へ向かっていたサンウ四千4 4 1 2便がジンナー国際空港からの離陸直後に墜落し、乗員8人と地上の4人が死亡した。事故機の遺留シンイ七十六 t d は百八十四年に 製造番号43452546として製造された。4機のソロビオフリーマイナス 30KP を搭載しており、総飛行時間は8357時間であった。当初の報告によれば、事故機は墜落の2週間前に検査を受けていた。事故機には乗員8人が搭乗しており、ウクライナ人7人とロシア人1人で構成されていた。 現地時間1時22分ごろ、パイロットはエンジンの始動を行った。1時43分、4412便は、ジンナー国際空港の滑走路25リットルを離陸した。機体には30.5トンの救援物資を積載していた。地上を100メートルまで上昇した時、第4エンジンが故障した。パイロットは姿勢を維持しようとしたが、機体は右に傾斜し続けた。 最終的に機体は右に71度まで傾斜し、パキスタン軍の敷地にある建設中の建物に激突した。乗員8人のほか、地上で作業員4人が巻き込まれ死亡した。衝撃が大きかったため、地元住民は爆弾が爆発したと思っていた。パキスタンの民間航空局が事故調査を行った。事故当初はバードストライクが 墜落原因と推定されていた。調査から事故機と搭載されていたエンジンの設計寿命は2004年に切れており、それ以降、製造業者の検査や、量場なしで運行していたことが判明した。また、離陸時の最大離陸重量も5トン近く超過していた。最終報告書で事故原因は、エンジンの第4エンジンの低圧コンプレッサーのディスクの破損で、 あると結論付けられた。これは、設計寿命を大幅に超えて、エンジンが使用されていたため金属疲労が生じたためだとされた。エンジンが故障した際に破片が飛散し、フラップや燃料パイプが損傷を受けた。そのため燃料が漏れ、火災が発生し、主翼に大きな損傷を与えた。これにより、機体の制御が失われ、右に傾いたまま機体は墜落した。 ありがとうございます。